ゲンリヒグ・スタボビチ・ネーガウスは、ソ連のピアニスト、音楽教師。ウクライナのエリザベトグラード出身。ウクライナのドイツ系の家庭に生まれる。両親ともにピアノ教師であったが、ほとんど独学であった。早期の芸術的な発展において、マ、ま、タイトコカロル・シマノフスキや、オジのフェリックス・ブルーメンフェルトから、最も影響を受けた。1902年にエリザベトグラードにおいて、 11歳のミッシャエルマンと共演してリサイタルを行い、1904年にドイツに行き、ドルトムントやボン、ケルン、ベルリンなどで演奏旅行を行った。その後ベルリンでレオポルト・ゴドフスキーに入門し、1909年から第一次世界大戦の勃発までウィーン音楽院のマスタークラスに参加した。1914年にエリザベトグラードで指導を開始し、後に ティフリスやキエフでも教鞭を取った。この頃に教育活動への興味から演奏活動を止める。1922年にモスクワ音楽院教授となり1935年から1937年まで院長を務めた。後年シベリアに追放されたが名誉回復により復帰し1956年にロシア人民芸術家に選ばれた。門人に ヤコフ・ザーク、エミール・ギレリス、アナトリー・ベデルニコフ、スビアトスラフ・リヒテル、スタニスラフ・ネーガウス、ラドゥル・プー、アントン・ギンスブルク、アレクセイ・ナセトキンがいる。ネーガウスは、詩的な魅力をた,たえた演奏や、芸術的な宣伝、外白な教養ゆえに幅広く称賛されてきた。著書、ピアノ奏法論は、この問題を扱った本の中で、最もよく読まれ、かつ重用されている。 ありがとうございます。